はい、どうもです。今日はですね、グッピーに冷凍のベビーブライシュリンプを与えていこうかなと思います。僕が使っているのはね、ヒカリさんが出しているこちらの冷凍ブライシュリンプ、主に、ね、まあ稚魚とかに与えているんですけど、まあ、普通に成魚にも僕は与えていますね。で、まあ、殺菌されていて、まあ熱帯魚各種ね、グッピー、海水魚、金魚、まあ、全般的に使えます。人間の食品ではありません。当たり前でしょ俺逆に食べようと思ったんだよ、うん、でね、俺ね、これ使い方としてはね、もう解凍してみんな与えるみたいなんですけど、多分まあこういうね、プラケースに水張って解凍してスポイトで吸って与えると思うんですけど、まあ、僕はそのまま突っ込んでます。うん、まあ、そのまま突っ込んでも特に問題はないんで、そのまま入れてね、与えております。はい、まあ、こちらは成分表ですね。主要原料とでね、めちゃくちゃ食いますから、うん、もう乙姫の B2 とかをよくメインにこの餌使ってるんですけど、この餌よりかもやっぱベビーブラインシュリンプめっちゃ食います。早速ね、グッピーに与えていこうと思います。で、中身はね、こういう感じなんですよ、うん、食べやすいように、2センチ角ぐらいのキューブ型になってて、そのままね、あの指で押して水槽内に突っ込むと突っ込める感じですね。早速与えていきます。早速ね、水に溶けてね、めっちゃもう勢いよく食っております。こっちもめっちゃ食ってますね。こっちも食いが違うね、やっぱり。はい、というわけでね、今回はグッピーに冷凍ブラインシュリンプを与えてみたでした。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。トバでした。